どうも、IG でございます。本日なんですけども、また2人にレッドナルユナイテッドの新体制ということで、久しぶりのユナイテッドの新体制動画。まあ、もうすでに、ね、発表されてるので知ってる方多いと思いますが、我々ユナイテッドのフットボールディレクターを務めていたマータフさんが、ユナイテッドから退任することになったということでございます。まあ、退任ということですから、まあ、彼の良かった点だけを振り返っていくと、まあ、ガルナチュア・メイヌナと FA ユースカップで優勝したメンバーの土台作りを彼は行っておりました。メイヌとガルナチュアを獲得したのは、彼の作った計画が良かったからとなっており、まあ FA ユースカップの功績もマータフさんの影響が非常にでかかったと考えていいんじゃないかなと思います。しかしね、まあ彼には問題点もあり、この動画でねめちゃめちゃ話したんですけど、アスレティック曰く移籍市場にてテンハグが希望していた選手の第2希望第3希望などを一切考えておらず、テンハグがねストライカーやセントラルミッドフィルダーを獲得したいと希望していましたが、最初の夏の移籍市場ではそのような選手が来ることはなく、テンハグはね冬の移籍市場にて代理人に任せた方がねいい選手来るんじゃねという発想に至り、彼らを獲得する流れというのはテンハグ代理人相手クラブユナイテッドっていう流れで行われたものとなっておりましたから、まあ、マータフさんがね仕事めちゃくちゃできたかっていうと、まあ、そこは結構微妙な判断になるんじゃないかなと思います。またマータフさんはね責任ある立場だったのにもかかわらず、大きな決断を下すのが苦手だったため判断をするのが非常に遅く、一部のスタッフたちはね彼のことをブラックホールと呼んでいたみたいです。まあ、とりあえずマータフさんはねいいところも悪いところも両方ともあった人物ということでしたが、アスレティック曰くフットボールディレクターに就任して以降ほとんど休むことはなく、毎日ユナイテッドのために頑張り続けた人物ということですから、いろんないいところ悪いところありましたけども退任決定ということですし、マータフさんに感謝していこうかなと思います。マータフさん本当にありがとうございました。ちなみに彼が退任した後は一旦チャリオジが彼がやっていた仕事を引き継ぎ新体制を整えていくという感じみたいです。ちなみに退任理由もアスレティックが報じており、まあざっくり言うと、チャリオジらイネオスの新体制が新しい改革をする際、マータフが残っていた場合、これまで一応マータフさんはね責任者としてそのユナイテッドに行ったわけじゃないですか。そんな中新しい改革を行っていくと、まあチャリオジを中心とするイネオスがね、まあマータフさんと気まずい関係になってしまうということになり、マータフさんは退任を選んだということみたいでございます。まあ普通にマータフさんね、これまでの報道だと残ろうとしてましたが、まあ普通にチャリオジたちが成功すれば成功するほど気まずい立場になるのはマータフさんじゃん。で、チャリオジたちもさ、残ったら残ったで、まあある程度気使わなきゃいけないじゃない。そうするとやっぱお互いいい状況にはならないと思いますから、まあこのタイミングで退任を選んだことは全然悪いことじゃないですし、むしろお互いにとってめっちゃ良かったことだと思いますので、本当にマータフさんグッジョブと俺は言いたいからって感じです。まあとりあえずオープニングパートでね、本編に近いぐらい色々と話しましたが、今回の動画ではマータフ退任後のユナイテッドのフロント陣営はどうなっていくのかっていうのを見ていこうかなと思います。それでは行きましょう。レッツゴー。まず現在新しくスポーツディレクターに就任すると言われているダン・アシュワーズさんとユナイテッドの状況から見ていこうかなと思います。一応今回の動画ではね、ダン・アシュワーズさんについてどんな人物なのかっていうのはまとめる予定はなく、この動画でねすでにめちゃめちゃまとめておりますので、ダン・アシュワーズさんについて知らない方はぜひこの動画を見てみてください。アスレティック曰くダン・アシュワーズさんはニューカッスルとユナイテッドの間で保証金の交渉が終わったのであれば、ユナイテッドのスポーツディレクターに就任するのは間違いなく、アシュワーズさんがスポーツディレクターに就任後、現在サウサンプトンでスポーツディレクターをしているウィル・コックスさんについて、ユナイテッドとサウサンプトンは交渉を行い保証金で合意することに成功したのであれば、ウィル・コックスさんはユナイテッドのテクニカルディレクターに就任するということみたいでございます。とりあえず現状ですとね、誰が裏方の中心人物になるかっていうのは決まってるけども、就任する時期は交渉が終わってからという感じみたいなので、我々ファンは待つしかないなっていう状況でございます。まあ前のフロント陣営だったらね、お金払えば解決だったら払うよ、結局行こうぜみたいな感じのフロント陣営だったので、まあしっかり交渉している点は評価できますし、この辺は結構イニオスが入ったことによる変化なのかなとも思います。またアスレティック曰く、ウィル・コックスさんがねテクニカルディレクターに就任した場合、現在テクニカルディレクターを務めているフレッチャーは新しい役割を与えられるらしく、マータフとは異なり違う肩書きでクラブに残るということみたいでございます。まあガルナチュアねメイヌの動画を作る際調べていて分かったんですけども、まあフレッチャーはねローン先の選手たちと直接連絡を取ったり、アカデミー出身の OB としてさまざまなことを教え、アカデミーとトップチームの架け橋となって活躍しているということみたいですから、個人的にね彼が残るのは大歓迎ですし、メイヌとかねガルナチュアとかアカデミー出身の選手たちが現在トップチームで活躍できているのはきっとフレッチャーの影響もあると思ってますから、彼が残るのは本当に嬉しいかなって感じです。やっぱ OB がさしっかりトップチーム、まあ裏方だけどさ、そういうところで活躍できてくれてるのは嬉しいし、なんとなく俺はねフレッチャーの残留というのは嬉しいかなって感じです。でね、新しくテクニカルディレクターに就任するウィル・コックスさんについてはまだまとめておりませんでしたので、彼について見ていこうか
かなと思います。ウィーオー、ギレコックスさんはもともとブラックバーンで活躍していた選手で、ブラックバーンに所属している時タイトルを獲得しているということみたいでございます。そして引退後にシティのコーチングスタッフに加わり、アカデミーで活躍することになったということみたいでございます。現役時代のことを振り返るとね、別にシティで活躍していた選手というわけではないので、なんでシティのスタッフやってんのっていうのは思いましたが、まあもともとブラックバーンの優勝メンバーの一人になるぐらいの選手ということですし、まあコネとかがあったのかなと思います。特になんて言うんだろう、その辺の分岐は見つからなかったので、これはあくまでも考察です。また人によってね、マータクもアカデミーで活躍してからユナイテッドのテクニカルディレクターになった方なので、おやじこいつ大丈夫かって思った方は少なくないと思うんですけども、マータクはアカデミーを大きく管轄する役割でコーチというわけではなかったですから、細かくやってることは違いますし、ユリポックスさんはねアカデミーで結果を出しただけでユナイテッドに来たわけではないし、サウサンプトン編でね結構いろんなことをやっておりますから、心配ご無用と思ってほしいなって感じです。そしてミルコックスさんはね U18 でも結果を残し、最終的にシティのアカデミーディレクターまで昇格していくこととなりました。そして彼が最後にアカデミーディレクターとして活動していたシーズン、 U18 と U21 のチームがそれぞれのリーグで3連続のタイトルを獲得するという偉業を成し遂げ、マンチェスターシティのアカデミーは国内で最も成功した若手育成機関として地位を確立させることとなりました。まあユナイテッドの方がね、カオ組織といえば上だろっていうイメージが強く、まあ FA ユースカップとかで優勝してるから、まあそういう風に思ってる方多いと思いますけど、まあここ最近だと、まあ、正直シティの方がアカデミーを卒業して以降は活躍している印象があり、まあ配信だとね、まあ中の上でおなじみのフォーデンは、まあ、バチバチシティで主力として頑張ってて、チェルシーを支えているパーマーもマンチェスターシティのアカデミー出身というのは有名だと思います。また他にもチェルシーのレジェンドラビア君もマンチェスターシティの下部組織出身の選手で、ラリーガ方面だとアレクセイ・ガルシア、エリガル・ブラヒムなども一応シティのアカデミーを卒業しているということになっております。まあこの辺の結果を考えるとさ、まあシティの方が量では、まあアカデミー出身の選手たちで勝ってるんじゃないかなって感じです。まあ正直なんかマドリーの下部組織っぽい動き方をしてるよね。別にシティで活躍しなくても他のクラブで活躍して頑張ってるみたいな、なんかそういうのはマドリーの下部組織と似通ってる部分があるので、まあその辺をちょっと参考にした部分はあるのかなと思ってしまいました。まあちょっとね、ユナイテッドサポーターとして、まあちょっとポジショントークになってるかもしれないから、まあ人によってどう思うかはあれなんだけど、ガルナチョとかさ、まあメニューほどカリスマ性がある選手が生まれてるかっていうと、まあそういう印象はなく、良くも悪くも話題性はね我々の方が勝っており、ラッシュフォード、リンガード、ポグバ、マクトミネ、まあ彼らほどのまあ派手さみたいなのはないから、まあなんて言うんだろう、最近いい選手を出してるけども、まあそういった側面では勝ってると個人的には思います。自分で言ってて思いましたけど、ちょっと苦しかったですね。また、ウィルコックスさんはね、アカデミーでの人事権を持っており、トップチームでプレーできないと判断した選手は、しっかり売却し、アカデミーで選手たちを育てるだけではなく、その育てた選手を売ることによって、彼は財政面でもクラブを支えており、結局チェルシーに退団してしまいましたが、当時退団を考えていた16歳のパーマーを引き留めていたということみたいですから、これらのエピソードから、クラブの総合的な利益のために、アカデミーを全力で管轄していたっていうのは、分かったんじゃないかなと思います。ちなみに、彼らが作ったシティの文化というものは素晴らしく、失敗が許容されるものであること、そして失敗から学び迅速に改善を行うという文化を根付かせていたらしく、この文化がね浸透したことによって、まあ、シティのアカデミーを卒業した選手たちは他のクラブでも頑張るし、まあ、自分のクラブでも頑張れてるよという感じみたいでございます。まあこの考え方ってね結構大事というか、まあ失敗から学んでね、その失敗を繰り返さないように改善をしていくってサッカー以外でも重要なことだし、全然なんつうんだろう、大人になってさ全員が全員サッカー選手になるわけじゃないから、まあこの考え方をね小さい頃から学べたっていうのは結構でかかったと思いますし、まあサッカー以外でも、まあ、アカデミーを卒業した選手たちはこの考えをしっかり分かってたんであれば、うまくいくんじゃないかなと思ってしまいました。まあ、シティのアカデミーって本当ここ最近急激に伸びた感じはあるから、このアカデミーの進化はきっとウィルコックスさんの影響が強かったと思いますし、ユナイテッドもねこういう風になんて言うんだろう、まああんまり言いたくはないけど、シティみたいにさいい選手たちをしっかり育てていって、まあ売ることができれば、まあ財政面、まあ元々お金に困ってないクラブだけど、まあアカデミーの売却ってさ FFP 的にかなりいいものだから、どんどんクラブは動きやすくなると思いますし、まあもうすでにねアカデミー出身の選手で活躍してる選手、まあメインにはガルナチョがいますけど、まあ彼らみたいにどんどんトップチームでも活躍してくれる選手が増えたら、めちゃめちゃ俺たちファンは嬉しいじゃないですか。なのでまあ彼が来ることによってアカデミーがどうなるかっていうのは注目ポイントの一つになるんじゃないかなと思います。とりあえずこの感じだとね、彼はアカデミーの人っていう印象で終わってしまうと思いますから、サウサンプトンで何をしていたかっていうのを見ていこうかなと思います。彼はアカデミーパートで
であまり話しませんでしたけど、ベギリスタインと親密な関係を築き、クラブの施設の改善なども徹底して行っており、彼の仕事っぷりはね、アカデミーで一番現れたような感じでしたが、シティがどのように強くなっていったかっていうのを裏方として見てたし、支えていた人物でもありましたから、欧州サッカー界で注目されている人物の一人となっていたみたいです。まあアカデミーでねだいぶ活躍したってのもすごいけど、シティが強くなっていた過程を見てて一緒にそれに関わったっていう経験があるのはマジで強いと思うし、まあほぼシティってベンチャー企業みたいじゃん。でスタートアップやってまあなんかCL優勝が上々っていうのはなんかちょっとあれかもしれないし、まあ細かく言うと違うと思うんだけど、まあそれに近いようなことをやってたんで、そのような経験を持った人が注目されるっていうのは間違いないんじゃないかなと思います。そして今シーズンから2部に降格したサウサンプトンはチームをシティのような強力なチームにしてプレミアに戻ることを計画しており、サウサンプトンは今後ハイプレスでボールを奪いボールを保持して圧倒していくというスタイルを目指すことに決めました。なのでこのようなプレースタイルにウィルコックスさんは理解があるため、サウサンプトンは彼をフットボールディレクターに就任することを決め、ウィルコックスさんは引き抜かれる形でサウサンプトンのフットボールディレクターに就任することとなりました。まあ個人的にはね、まあ3冠達成した後だったから、まあ一旦一区切りつけて2部のサウサンプトンをねいいチームにして昇格することができたら、まあそれはそれで楽しいだろうし、魅力的に思えたから、まあセインツに行ったのかなと思ってしまいました。まあ不正をしてるとはいえ3冠達成ってねなかなかできることではないし、不正方面でもねなかなか騒がれてるから、まあそのような機会にもう一回立ち上げやってみないかって言われたらきっとうんって言うしかないと思うから、まあこのウィルコックスさんの判断というのは正しいんじゃないかなって感じです。そんでフットボールディレクターとして就任したウィルコックスさんはサウサンプトンの計画を実行していくために、まずはサウサンプトンの既存の組織を解体し、スタッフを大量に解雇させ、目的を達成するために必要な人材を雇っていき、新しい権力構造にガイドラインを設け、サウサンプトンのシティ化を進めることができる新体制を整えていくこととなりました。この新体制では特にスカウティング面での変化が大きく、サウサンプトンが理想としているサッカーを実現するためにどのような選手が必要で、どのような基準で選手を見るべきかを徹底的に厳選するスカウティングシステムを作り、かつてサウサンプトンはベイルやルクショーなど素晴らしい選手を輩出していたチームでありました。その頃にサウサンプトンが戻るためにアカデミーもシティ化を目指し、アカデミーの改革も行っていったみたいです。まあとりあえずウィルコックスさんはね大量解雇を行って目的を達成するための新しい組織作り、新体制を作る動きをもうすでにセインツでやっておりますから、ユナイテッドに来て同じことやれって言われても全然できると思いますし、このような経験があるというのはかなり心強いんじゃないかなと思います。まあアカデミーだけじゃなくこういうこともやってるっていうのは本当に嬉しいよね。またウィルコックスさんはねサウサンプトンの監督を任命する権利も渡されておりましたから、当時スウォンジーシティで監督をしていたマーティンを監督として招集し、招集されていたマーティンさんは選手たちを引きつける力、マネジメント力を強化されていたらしく、最初からねめっちゃうまくいったかっていうとそういうわけではなかったみたいですが、徐々にそれらの能力を発揮していき、1部から2部に降格してしまった選手たちに自信を与え、9月30日から2月13日の間にクラブ新記録となる25試合無敗記録を打ち立てることとなりました。現在サウサンプトンはね25試合無敗記録を達成したのにもかかわらず首位ではないという感じですが、中昇格争いに絡める順位ということになっております。テンハグの今後についてはね、後で話しますが、ウィルコックスさんがね、ユナイテッドで監督を選ぶ権利与えられるかっていうと、ちょっとそこはね、まあ正直わかんないっちゃわかんないですけども、もし彼が監督を選ぶことになったのであれば、クラブに合った計画を実行できそうな監督を呼べそうな感じはしますので、なかなかユナイテッドはね、クラブの方針が決まらないので、監督選びがうまくいかなかったってことは多かったですが、まあそのようなことはなくなるんじゃないかなと思ってしまいました。ちなみに、フットボールディレクターでもあるんでね、移籍市場でどう動いたのかっていうのは気になると思いますが、FFP の都合とね2部に降格したことによって一応移籍市場で約 1.9 億ユーロ売り上げましたが、約2100万ユーロしか使っておらず、ローンとかフリーでね獲得できる選手をとにかく集めたって感じでしたから、移籍市場での腕前がめちゃくちゃいいかっていうとそこは正直わからないかなって感じです。しかし彼はねパーマーが重要な選手であるというのは分かってましたし、セインツではねチームの目的を達成するためのスカウティングシステムやアカデミーの改革などを行っておりましたから、まあ移籍市場で失敗するみたいなことは少ないんじゃないかなと個人的には思います。また移籍市場での動きに関してはね、まあ正直ウィルコックスさんだけでなく、このような選手たちを獲得してきたダン・アシュワーズさんがウィルコックスさんと一緒に今後の移籍市場でどう動くかっていう体制をしっかり決めて動いていくということが予想されてますから、まあそんなに心配しなくてもいいんじゃないかなとは個人的に思います。またアスレティック曰くイネオスとベラドさんはね彼の収入は問題にならないと考えているということみたいですから、まあイネオスとベラドさんが信じるなら
俺も信じるぞ、ウェイヨって思っております。ウェイヨ。そんで最後にね、我らがテンハグどうなるのかっていうのを見ていきますと、結論、彼の解任は考えられておらず、新体制でも彼が監督になるのは間違いないということみたいでございます。ちなみに新体制はね、テンハグのことを評価しており、リクルートとメディカル部門に関するミーティングに彼を参加させており、この夏のプレシーズンツアーで使用するホテルやトレーニング施設などについても一緒に交渉を行っているということみたいでございます。また、今シーズン彼が解任されない理由の一つは、CEO とスポーツディレクターになる予定の二人が現在休職中ということになっており、現状表立ってね、ユナイテッドでは働ける状況ではないということになっております。そんな状況でね、テンハグを解任して後任監督を選んだ場合、ガーデニング休暇中の彼ら二人がこの人事に関わったんじゃないかと疑いをかけられる可能性もあるので、テンハグが今シーズン解任されることはまずないということになっているみたいです。また、イネオスはね、過去2シーズン、テンハグが移籍市場にて十分なサポートを得られていなかったと判断しており、他にはガルナチュとメイヌーを育て上げたことも評価しているということみたいでございます。それに加えて、アスレティックに曰く、まあ、選手たちはね、テンハグのことを貶めるようなことは一切言っていないということみたいですから、様々なことを言いましたけど、まあ、テンハグが解任されることはないということみたいでございます。この感じを見るとね、イネオスグループはテンハグのことを評価しており、裏方が整った状態でテンハグがどこまでできるかっていうのを注目しているのかなと思います。まあ俺はね、テンさんに対してなんだかんだいろいろ言うておりますけども、まあフロントが期待しているということですから、まあいろいろ不満があったら不満は言うけど、まあ期待していくしかないのかなと思いましたし、まあ逆にね、裏方がこんだけ整ってね、まあ移籍市場でもいい感じのサポートできて、まあ今のようなことが起きてるんだったら、まあ解任っていうことになるだろうし、仮にテンハグを解任した場合でも、ウィルコックスさんがね、素晴らしい監督を連れてくる可能性が高そうじゃないですか。実際、スウォンジーからサウサンプトンに質に引き抜くってさ、なかなかないし、今のサウサンプトンの監督はうまくやってるわけでしょ。だからなんて言うんだろう。俺たちユナイテッドはさ、これまで有名監督縛りでやってきたけど、まあ有名じゃない監督でもいい監督を連れてこれそうな裏方の人が来たっていうことですから、テンハグがね、来シーズンどこまでやってくれるのかっていうのを期待してるけど、もしテンハグがダメだった場合でも、ナーバスになる必要ないのかなと思いました。まあ以上で今回の動画は終わろうかなって感じです。まあ裏方のね、改革がどこまで進んでるのかっていうのは、ここ最近はね、ちょっとチャンピオンズリーグに熱中してたり、まあ他のね、ショート動画どう作ろうかとか、なんかいろんな考えることに頭使ってたから、あんま追えてなかったんですけども、まあ追ってる感じ、かなりいい方向にチームが進んでましたので、個人的には嬉しかったですし、今年の夏の移籍市場ではね、どのように動くのかっていうのが楽しみになってしまいました。売却すべき選手もいっぱいいるし、獲得すべきポジションもいっぱいあるから、どこまでその辺をカバーできるのか、マジで楽しみです。まあまたね、フロント陣営の動きがあったら動画にしていこうと思いますので、まあ、ユナイテッドが好きな方はチャンネル登録してほしいですし、移籍市場での動きも、去年と同じく、まあ、ユナイテッド、バルサ、マドリー関係なく、まあ、大きなものは扱っていく予定ですので、ぜひぜひ、移籍市場での動きが気になる方は、チャンネル登録してくれたら嬉しいんじゃないかなと思います。それではまた明日の動画でお会いしましょうってことで、うわいよ。チャ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